国語基礎漢字重要語句第1項。この動画では国語の基礎である、漢字重要語句を短い動画でコツコツ頑張っていこうというものです。初めのうちはセンター試験の問題を使っていきます。センター試験の問題である同じ漢字を選ぶ問題ですね。こちらを2問使ってやっていきたいと思います。この国語の漢字っていうのは、残り時間が少なくなって受験に近くなってから、急いでやっても間に合うようなものではないので、今のうちからコツコツ頑張っていきましょう。それでは、1番の解説に行きたいと思います。まず1番、こちら一生懸命に頑張る、一生懸命に頑張るとありますが、一生懸命という漢字は一生懸命と書きますね。で、ここの一生懸命のこの字です。県の字と同じものをこの1から5の中から選ぶ問題になります。それでは、順に見ていきましょう。まず1番、懸垂。こちら、懸垂の懸が同じ字になります。懸垂の懸が。ですが、動画では解説のために1から5番全部の漢字を書いていこうと思います。また自分で解いた時も、ここでは懸垂の剣が出題されましたが、水が出るようなこともあるので、必ず熟語として覚えておくようにしましょう。2番、保険ですね。保険はこういう字になっています。次が、派遣ですね。派遣がこういう字になっています。次が、献身的に看病する。献身的っていうのはこういう字になります。その次が、昼夜健康で働くっていうことになります。昼夜健康の健康は、こういう字になります。健康。で、昼夜健康という、これ意味なんですが、健康っていうのは、1日に普通、通常の、倍歩くことを意味します。この健康というのは、1日に通常の倍を歩くことを意味するんです。ってことは、昼夜健康ってことは、昼も夜も、1日の倍歩くってことですから、昼夜問わず、物事を、ずっと続けてることだったり、昼夜問わず急いで何かをするっていうようなことを、この昼夜健康というふうな、言葉で表します。次が2番です。2番、敵の部隊を駆逐する。駆逐というのは、こうですね。はい、それでは1番から見ていきましょう。逐一報告する。逐一、この逐一の逐の字と同じですね。1番が答えです。2番も見ていきます。2番が増築する。増築の築はこういう字になっています。畜産業。で、次が4番が破竹の勢いです。これ、破る竹。竹を破ると書いて破竹の勢いなんですが、意味としてはすごい激しい勢いがあるっていうことですね。これなんで破竹っていうかっていうと、この竹を、は一節割ると一気にそこから割れるわけですね。竹っていうのは、その一節を割ると一気に割れるわけです。その様子からこの竹を破ると書いて、この破竹の勢いというようになったということらしいですね。はい。で、これ最後が、5番、破竹ですね。これ、貯蓄の蓄の字と畜産の蓄の字は似ているんですが、はい、違うので注意してください。貯蓄と畜産、これ違うので注意してください。それではもう一度見ておきましょう。一生懸命の剣と同じ字が懸垂の剣で、これ1番が答えになります。で、敵の部隊を駆逐するっていうのは、畜とこの畜一が同じですね。1番が答えになります。はい。それでは皆さんも、きちんと、
12個の漢字ですね。12個の漢字がしっかりわかるように復習をしておきましょう。それでは、国語基礎漢字重要語句第1項を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、現役予備校講師監修のもと、大学受験の過去問や勉強法などを随時配信予定です。Twitter でも受験生へ向けた情報を発信していきますので、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。